これが切れてたの全く思ってダメだ。あのすごい介入したいただきますか。うん、今日は、ビデオオプションの取材で筑波サーキットに来ました。グリップでタイムアタックしたフィーリングはどうでしょう。そうですね、まあ今回ねこれを改造する前に今ノーマル、ほぼノーマルの状態でどれぐらいのポテンシャルなのかとそれをチェックしに来たわけなんですが、思ったよりは楽しかった。この車パワーはやはりね、足りないというか少なめですが、意外とねやはり車が軽いので、コーナリングが結構いいで、トラクションもそこそこいい、ブレーキもやはり軽いからそこそこいい、加速だけちょっといまいちだけど結構ね走ってて楽しかった。コースインして、まあ、1、2周アタックしたら帰ろうと思ったけど、なんとなくやっぱもうちょっといける、もうちょっといけるっつって3周ぐらいアタックしちゃったしね、まあ、走っててね楽しさがある車ですね。今日はタイム的には1分7秒4。今の改造ポイントとしては SKF の車高調、横浜のアドバンネオバ、そしてエンドレスのブレーキ、あとはマフラーとカラーリングとウィングぐらい、ね、あとねヒューズ抜いてました。あ、ヒューズ抜いたね。あとバケットシートね、バケットね、ぐらいなんですけど十分楽しかったよ本当に。多分ね競争相手がいなかったら非常に楽しいと思う。競争相手がいるとちょっとストレートとか抜かれちゃったりなんかして、まあ、だけどね、この車を今から買おうとする皆さんたくさんいるでしょ。いいと思う。ただノーマルで乗ると、まあ、割とすぐ、なんだろう、マンネリというか飽きてくるというかしちゃうんじゃないかなと思うんですよ。だけどこれをチューニングのベースとして考えるとかなりありだと思う。それはなぜかというとですね、まあ、今持ってるポテンシャルがそこそこいいのと、最近はもう重たい車しかいない世の中の中でね、パワーがない車はパワーを付け足すことは割とイージーなんだけど、重たい車を軽くすることはこれかなり難しいんですよ。なのでやはりこの車は軽いってことが売りなので、この軽いこの車のこのポテンシャルにあとは HKS のパーツを付けていって、パワーを出せばいいんじゃないでしょうか。今日走ってる中で、バネレートを86から75に変えたんですけど、フィーリングはどう変わりましたか。一番最初のね、はい、8キロ6キロフロント8キロリア6キロというバネレートで走り始めたんですが、もうその状態でね意外といいじゃんと、まあ車の名前が86だからかどうか知らないけどまあ8キロ6キロで結構良かったのよ。でこのままでいいじゃんって思ったんだけど、一応まだ時間もあるし、データも取りたいからもうちょっと柔らかいのも言っておこうかということで、フロント7キロリア5キロっていうね、
レートも試してみたんですが、まあ、そうするとねフィーリングはね別になんか悪くなったりはなくて、まあバネレートが柔らかくなった分少しこう車の動きが出たぐらいでどっちでもいいなっていうのが正直なところ。まあその8キロ6キロでもいいし7キロ5キロでもいいしどっちでも楽しかったよ。ただね車が86っていう名前でしょ、ええ、だからね8キロ6キロがいいっていう人もきっといると思うんですよね。きっと言うでしょあなたたち。パワーが意外とない割には、うん、タイムが結構いいですよね、うん、7秒4っていうのは、うん、本当にねバランスがいいというか、うん、やっぱ軽いことが武器だと思うんだけど、ストレートバックストレートとかはねやはりちょっと物足りないし遅いんだけど、そうですね、データで見る紙で見るとさ153キロでしょ、他の速い車とか200キロ近く出るとこで153キロだから直線は正直やっぱ速くないんだけど、本当にバランスがいいからそのアベレージのねボトムスピードとコーナーの一番最低スピードとかが高くて、そういう意味ではね本当にバランスがいいとしか言いようがないけど、そういう意味では楽しいカーブが、それとか残念。あとね、はい、ちょっとまだしっかり検証はできてないんだけど、この運転席のこの左下の方にね、まあ、トラクションコントロールのオフだったりとか、そのなんだっけ、横滑り防止みたいな VSC のね、スイッチがあるんだけど、それを押すとねメーターにピッとランプがつくわけ。それを切ってオフにして走ったんだけど全くもってなんか切れてなくて、なんかすごい俺の走りを邪魔するわけで、結局今日はね、その電子デバイスが俺嫌いだからヒューズを抜いてオフにして走ったの。それで抜くとそのトラクションコントロールとかその VSC、うん、横滑り防止装置とあと ABS も切れちゃう、うん、だから全くもってその電子デバイスのない車になっちゃうんだけど、だからそうするとちょっとブレーキとかでね、うん、そのテクニックが必要だったり少しブレーキングがナーバスになるから、うんうん、それと難しさがあるんだけど、そこがなんでそこが切れないのかなっていうところがね、今後検証していかなくちゃいけない。もうちょっとうまいことカットできないのかなと、トラクションコントロールと VSC だけカットしたいなって思うんだけど、はい、要課題ですね。やっぱり ABS は残した方がいい。俺はなくてもいいけど皆さんはあった方がいいんじゃないかなと思うんですよね、はい、ドリフトをする上ではいらない。いらないですね。いらない。ABS はいらない、ね、何にもいらない、ということですね、このトヨタ86このチューニングが始まったばかりです。これからですね D1 グランプリに出場するに向けて優勝できるマシンに、仕上げていきます、うんうん、どんな感じにするの。まああんな感じです。あんな感じは分かんないよ。もうすごい感じです。もっとこう具体的に言ってよ。具体的にですか、うん、エンジンはどうするの。エンジンはこのままです、うん、このまま、はい、180馬力ぐらいのこのまんま。いや、エンジンはこのエンジンをベースに、うん、皆さんができるようなチューニングを、うん、真似できるような、真似できるようなチューニングを。いや真似できなくていいから、がっつりやってよ。がっつりやると一般の方々ができないわけです。だから一般の皆様ができるような激しいチューニングを。激しい、はい、何馬力出してくれ。いや、それもうあるだけ。あるだけでどれぐらいなの。あるだけ馬乗せますよ。だからどれぐらいいるんだ会社に馬は。あんだけ広いんですよ会社。何匹馬買えると思ってんすか。じゃあ600馬力ぐらいお願いしますよ。前向きにあくまでも前向きに。ということでね、今年 HKS はねこの86で D1 グランプリに参戦します。さあ、どんな車に仕上がるのでしょうか。乞うご期待。